t 字系配気化配置を持つ化合物の理想的な構造。三復化塩素の構造。t 字系配気化配置を持つ分子の例。科学において t 字系分子構造とは中心原子が三個の排位子を持つやや独特な分子構造である。通常、三排化合物はその排位子の立体反発によって平面三角形。 または三角水系分子構造をとる。T 字形分子の例としては、CLF3 のような三復化ハローゲンが挙げられる。ビスプリロンによると、T 字形分子構造は、中心原子に3個の位子と2体の、非共有電子体が結合しているとき、すなわちアックス表記では、アックス 3E2 と表される場合に生じる。 t 字系分子構造は3つのエクアトリアル位配イシと2つのアキシアル位配イシを持つアックス5系分子の3方量推系分子構造と関連しているアックス 3e2 系分子では2つの非共有電子体が2つのエクアトリアル位を占め3つの配イシ原子が2つのアキシアル位と1つのエクアトリアル位を占める3つの原子は90度の角度で 中心原子の一方の側に結合し、これによって T 字型が生み出される。トリーフルオロキセノン、影イオンは、ビスプリロンによって八面体形に配置されたの6つの電子体がメール型で配置されている X3E3、e、型分子と予測されており、この分子構造を持つ可能性がある最初の例として調べられてきた。この影イオンは、 基礎で検出されているものの、溶液中での合成の試みや、実験的な構造決定は成功していない。計算科学的手法を用いた研究によれば、3つの FGF 結合核のうち最小のものが、T 字系分子構造における90度ではなく69度に、等しい、歪んだ平面 Y 字系分子構造を取ることが示唆、されている。グリーンウッド、NN アーン賞。 A.Chemistry of the Elements.Oxford.Butterworth.Heinemann.ISBN 0-7506-33654.Housecroft.C.E.Sharp.A.G.Imorganic Chemistry.Prentius Hall.P.47。E AG. Chemistry. Is hall. 47. ISBN 978-0130399137。HATT A.B.Bastev.Neal.Moran.Mashew D.Tso.No.Nen.Hecky M.Caracar. ラマンス・オンタモ、レイジョ・ジェベイン、アレックス・ディ・シュラビルゲン、ゲイリー・ジェ NMR ・スペクトロスコピック・エビデンス・フォーザ、インターミディエーシー・オブ・ゼフ・マイナス・サン・イン・ゼフ・ニ・エフ、エクスチェンジ・アテンプティット。シンテシーズアンドサーモ・ケマストリー・オブ・ゼフ・マイナス・サン、ソルツ・アンド・セオレティカル・スタディーズ・オブ・ザ・ゼフ・マイナス・サン・アニオン。イノーグ・ケム・49。 89979004土井10.1021 IC 101275メートルありがとうございます